炊飯器4ヶ月前からご飯入れっぱなしなんですよ。責任感って言うんですかね、やっぱり片付けなきゃっていう。いけ、うわぁ、うわぁ。カビの分生脂肪子だと思われますが種類が分かりません。こんにちは、うごめきです。無職になってまずやらなきゃいけないことはこの事務所を出ていくことなんですよ。お引っ越ししなきゃいけないんで、ちょっとずつ荷物を片付けてるところです。ただ皆さんご存知の通り、僕は片付けがめちゃめちゃ苦手なんですよ。これ本当に引っ越しまでに片付けられるのかな。で、片付けしてると時々マジでヤバいもんが出てくるんですよね。この中もなんかヤバそうだな。芽が出たジャガイモとかあるし、賞味期限が2年ぐらい過ぎてるカレーとか出てくるし、あ、これはまだ賞味期限1年しか過ぎてない、じゃあまだ食えるか。このように片付けができない人って、いらないものを捨てるの後回しにしたり、片付けなきゃいけないの分かってるのに現実逃避したりするんですよ。これはもう病気ですね。家の中で放置してる一番ヤバいのがこれですね。塩分炊きというちょっといい炊飯器なんですけど、この中に今炊いたお米を4ヶ月ぐらい放置してるんですよ。もう一台の炊飯器は綺麗なんでお米炊くのは大丈夫なんですけど、こっちで最後にお米炊いて食べたの9月ぐらいだった気がするんですよね。お米を放置してたことに気づいて、あー片付けなきゃなーって思ってたんだけど、絶対中でカビてたり腐ってたりするから、うわー開けたくねーなーって思い続けて4ヶ月。生地こっちで米が炊けるもんですから、あと砂糖のご飯とかいっぱい買って食ってたんで、これを使わなくても米が食えちゃうから、ずーっと見て見ぬふりをして現実逃避してたんですよ。今日は意を決してこの炊飯器を片付けます。まずはコンセントを抜くところから始めよう。よし、一歩前進したわ。開けるのが怖えよ。わあ、怖い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 。あ、なんか臭い気がする。実は放置1ヶ月目ぐらいで1回開けたことあるんですけど、その時はお米から赤とか緑とか黄色のカラフルで綺麗なカビが生えてました。多分今頃レインボーロードみたいにカラフルになってると思います。あかんわ、また現実逃避してもうた。三重にしたビニール袋、キッチンペーパー買ってきました。これで片付けるか。マジで開けたくない。大げさかなこれ。だって少なくとも3ヶ月も中身見てないし怖いんですよ。さっきちょっと臭かったしな。皆さん中身どうなってると思います？僕の予想ではこの中で新しい生態系ができてると思いますね。カラフルなカビが進化して新種のキノコになってると思います。いやー開けたくねー、マジで。ちょっと心の準備しますね。ちょっと臭そうだから換気するか。窓を開けてきました。ちょっと寒いですね。まあ責任持って処理しなきゃいけないんでね、開けますわ。それじゃあ3、2、1で開けます。3、2、1、オープン。あー、うおー、これは無理。これは臭い。臭すぎる。あー、これあかんやつかも。 YouTube 広告つかないやつかもしんない。モザイク入れるか。これ見ちゃあかんやつちゃう、これ。あー、うー、これはきつい。うおー、すごいことになっとる。なんじゃこりゃ。あー、ダメだ。これは見てはいけないものだ。パンドラの箱です。うー、これはきつい。なんじゃこりゃ。どうしたらこうなるのこれ。まあ4ヶ月放置したらこうなるんですけど。これはダメだ。眠らせておこう。いやでもお米ってタンパク質がそんなに含まれてないから。うわ、くっせ。そんなに臭くないって言おうとしたらまあまあ臭かったわ。これ皆さん閲覧注意じゃないっす。閲覧大注意ですわ。あーやばい、これはやばい。あーやばい。うわー、凄まじいことになっとる。なんかハエおるし。うわーすごい、なんか謎の菌類生えてないというか、ちゃんとハエおるやん。あれでもここに湧いてるハエ、これキノコバエじゃない？見えるか分かんないけどキノコバエっぽいから。キノコバエって腐葉土とかで湧くハエなんで、これも土ってことじゃない？ものすごく分解進んでるけど、これしゃもじ捨てよ。いったことしゃもじ溶けるね。うわー、おーすごいすごい。おー、もう水分飛んで乾燥してるかと思ったよ。この密閉力ですよ。塩分炊き家電量販店で8万円のところめっちゃ値引き交渉して5万円で買いましたけど、あーなんかカビの胞子ない？ここ薄い茶色のやつ、これカビの胞子っぽくない？ちょっと顕微鏡で観察してみようか。なんかの菌類の胞子でしょこれ多分。うわー、乾燥してて欲しかったわ。こんな水分が残ってるとは思わなかった。前はカラフルだったのに。あ、でもこうやって見ると溶けたチョコレートみたいで美味しそうだね。うわ、くせ。皆さん、これが僕からのバレンタインですよ。お米って4ヶ月でこうなるんだ。うわー、なんか鮮やかなオレンジ色みたいなの出てきた。うわー、でもこの部分気になるから顕微鏡で見てみるか。うげー、地獄のサンプリングだな。サンプルをスライドグラスに置きます。水を垂らしまして、
サンプルをばらけさせます。そしてカバーガラスをかけます。さあ、ちょっと水分が足りませんでしたね。プレパラートをステージにセットします。うわー、ちっちゃいつぶつぶがいっぱい見える。もうちょい拡大しましょう。おー、なんか胞子の塊みたいなのが見えますね。これがあの炊飯器の粉の正体ですね。カビの分生子胞子だと思われますが、種類が分かりません。もっと拡大すると表面がザラザラしてそうな胞子ですね。いや、仮にこのカビが童貞できたとして、このカビが無毒だったとしても、このチョコレートご飯が安全ということにはならないですからね。炊飯器の裏にハエの幼虫がくっついてますね。でもこれはキノコバエの幼虫じゃなさそうだな。これは症状バエ科の幼虫とサナギな気がしますね。あ、飲みバエかもしれませんが、うわぁ、うわぁ、やっぱりもうちょっと眠っててもらうか。こうやって現実逃避するの良くないですよ。皆さんはね、これを反面教師にして絶対こうならないように気をつけてくださいね。ちょっと今から片付けますわ。とりあえず三重に重ねたビニール袋に水分を吸収するためのキッチンペーパーを入れたいと思います。もし皆さんの家に新聞とかあるようだったら新聞でも大丈夫ですからね。あとはもうやることは簡単ですよ。この中にチョコレートご飯を入れるだけです。うわっ、あ、頑張ってる。今自分頑張ってるよ。努力、未来、A beautiful star。 今僕は人類のためになることをやってる。みんなの反面教師になってる。炊飯器の中にご飯を放置したらダメだっていうことを身をもってみんなに教えてあげてる。今年はバレンタインでチョコもらっても食えないかもしれない。でもこんな男にチョコくれるやつ頭おかしいやろ。絶対チョコもらえねえよ。うわ、頑張った。あ、やばい、袋の外にチョコレートついちゃった。あとはお釜の中をキッチンペーパーで拭き取りますが、これも新聞紙があったら新聞紙で代用してもらっても大丈夫ですからね。うわ、本当に吐きそう。うわ、いくら片付けが苦手な僕でもここまでひどいことになったのは初めてですね。未知との遭遇。うわ、あー、やりきった。ちょっとお釜洗ってくる。あー、だいぶ綺麗になった。掃除をすると心がすっきりするね。あとはこの蓋を洗わないといけないな。あとは除菌シートで本体を拭いたら完璧やな。なんや、楽勝やんけ。物事は手をつけ始めたら8割終わっていると言われています。やり始めてしまえば大抵のことは大したことないんで、皆さんも億劫で手をつけてないことがあったら早めにやってしまった方がいいですよ。いやー、すごく教育的な動画になりましたね。まあでも実際行動を起こすまでのハードルってすごく高いですからね。僕はいつもスタートダッシュが遅いんですよね。やり始めたらそこそこやるんですけど、本当にこの性格どうにかしたいっすね。見てください、完璧に綺麗になりました。匂いは、いや、匂いも全然しない。まあ、あとはお米を炊いてみて匂いがついたら嫌だから、一回試しでお米炊いてみるけど、まあ、もし匂いが残ってたとしても、一回目のお米に匂いを吸い取ってもらえるんで、これで大丈夫でしょう。片付けがちょっと進んだ。開けましたが、匂いが残ってないか心配なんですよね。開けます。あー、あー、全然。あー、でもなんかちょっとこのお米も古いからかな、ちょっとなんか匂い気がするんだよな。一口食べてみますね。あー、でもそんなに酔わんけど、お米が古いからかあんまり美味しくねえな。まあでも炊飯器としてはまだ使えそうなんで、まあ買ってからそんなに経ってないしね、もったいないからこれは使い続けようかなと思います。それじゃあこれはまた4ヶ月ほど放置ということで、皆さんも気をつけてくださいね。それではご視聴ありがとうございました。さようなら。